さあやっていきましょう。セブンスアニバーサリーつむつむ耐久レース、手持ちのつむ全部紹介するまで終われば10ということで、続いてはピーターパンからでフック船長やっていきましょう。フック船長はね、なんかこう鍵詰めでシャーってやるのかなって思ったら、まさかそういうスキルかーいっていうね、あのアクションをしてくれる。おー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 ほほ、早速フック船長の主張が強めでしたね。はい、消していきましょう。さあ鍵詰めでやると思ったら、ただただ食べられるっていう、そういうツムでしたね。はい、最後あれオチどうなるんでしたっけ。え、ワニに食べられて終わりでしたっけ、ワニに食べられかけて終わりでしたっけ、どっちでしたっけ。まあいずれにせよドンマイガブっていう感じですけどね。はい、よし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 。にしてもなんか幸先いい感じですね。こんなにフック船長のツムがこうすぐにズズズって2回も使えると思ってなかったんで、いいや。これもやっぱりね、ツムのその最高点を出すのって結構運要素強いですもんね。マイツムがどれだけ出るかっていうのと、あとやっぱりそのツムのその並び方とかね、あとは他にどういうツムが選ばれてるかにもよりますよね。ハピネスツムがね、こうインサー点取るぞと思ってアイテム全部ぶっぱしてコインも使ってってやった時に、お前ハピネスツム出てくるんかーいとか、レベル1のキャラとかが出てきた時なんかにはもう絶望ですよね。高得点取るなら、ある程度その戦越えをしているツム、マイツム以外にも、まあもう一キャラくらい出てきてくれないと、まあ、高得点ってなかなか狙えなかったりっていう感じですよね。まあ、アリ王子の方ですかね、のツムを使って、まあ補正が入る前なんですけどね、やった時なんか、まあありがたいことに2000万点くらいいったんですけど、今はもうね、そういうのもないから、まあちょっととあるツムを使って、今週はね、1000万超えたんですけどね。まあ、頑張っても800万くらいっていうところだったんですけど、僕の腕レベルだったら。なんか、今、奥行けるんですか？なんか、誰かの、バグじゃなかったら、奥行ってる、そのプレイヤーの方がいらっしゃったんですけど、今って何ですか？そんな、すごいの？何？もう、1秒1回毎、あの、スキル使ってるとか、そんなレベルなんですかね。はい。あ、結構コイン稼げましたね。1103コイン。まあまあいい数だと思いますね。はい。ということで、フック船長は鍵詰めを使うのではなくって、残念ながらワニに食べられちゃう、そんな残念なツムでございました。ということで、次回お会いしましょう。バイチャ。